首一つ、運勢がわかる。そして味には秘密が。それは最後の味で運勢が占える味占いです。中高生を対象としたすごい飴を開発しました。それは天使の卵という飴です。そしてこの飴はなんと舐めると光ります。舐めると飴が光ると言ってますが、人体に有効はありますか？はい、特にありませんが、口の中が光るだけです。スイカと商品の関連性を教えてください。暑さと寒さをイメージして作ったキャラクターなので、名前、星ケツマン。誕生日が777年7月7日。空をイメージしたチョコミントアイスです。イメージキャラクターの印象が強すぎて商品の印象が薄れてしまっているんですけど、気にしないでください。質問されたことに答えられたりとかしてるのもすごいなと思ったし、あと質問されたことをちゃんと考えててすごいなと思いました。課題を自分から発見して、その課題に向かって問題を解決していく。でもそれを一人じゃなくて仲間と共にっていえば、そういう力がもう社会の中で求められているのではないかなと思いまして、このようなことをできるだけ意識して授業しています。校内でやっている時にはもう少しリラックスしているというか、伸び伸びできていたという、その辺のところがまだまだだなというふうには私自身も思うし、生徒たちも多分感じていると思うんですけど、そういう力をつけてほしいということが根底にはあります。商品名星空、社名ギャラン製薬コーポレーションの皆様。